皆さんこんにちは、大島秀明です。今日のテーマは、夢や目標があなたを不幸にする、真の幸福は永遠の今にあるの第2回をお届けいたします。最近この動画をご覧になった方からですね、よく言われるのは、大島さんの動画を見てるとですね、自然に瞑想状態に入って何か思い出しそうなね、重要なことを思い出しそうな感覚になるんですっていう方が結構いらっしゃるんですけれど、皆さんもですね、リラックスして、意味は分かっても分からなくても構わないので、楽しんでいただければ何か深いところでね、感じるところがあって、皆さんも夢や目標を超えた本当の幸せにね、気づいていただけるんじゃないかなと思いますので、最後まで楽しんでご覧ください。この動画からあなたの喜びに満ちた人生が始まります。では早速始めてまいります。今ここにある幸せっていうものをまず発見しましょうっていうところから始めるんですよね。そして今ここにある幸せっていうものに気づいてしまえば、今ここでもうその人は幸せでありますし、そこの今ここの幸せを発見した時点で、その方は幸せの周波数に満ち溢れているわけですから、これからの人生もずっとその幸せにまつわる、まあ幸せの境地があるわけですから、何があっても幸せなわけですけれど、自分の中に幸せという周波数が鳴り響いているならば、当然それから起こってくる出来事も、それに共鳴した出来事なんじゃないですかっていうスタンスなんですよね。ただ多くの人がこの今ここということをものすごい勘違いして捉えているんですよ。つまり、まあ最近はスピリチュアルの方なんかもですね、ノンデュアリティ系の教えからこうつまんできてですね、今ここに集中しなさい、今ここを味わいなさいみたいなことを言ったりしますし、あるいは古来からですね、まあ聖者と言われる方は今ここのみが実在ですよっていうことを、まあみんなおっしゃるわけですよ。ただ多くの人がその今ここっていう言葉を捉えた時にね、全く意味がつかめていない方が非常に多くてですね、それによって誤解を生じているんですよ。で、例えば今ここにある幸せを味わうっていうと、何か刹那主義的にですね、今だけ良ければいいのよと、とりあえず今幸せならいいじゃんって、明日のことなんか何にも考えないでねって、今ここにある幸せを味わえばいいんだよみたいな捉え方をするんですよ。それは単なる享楽主義者であって、本当の今こことは全く関係のない話なんですよ。だからなんかスピリチュアル系に流れた人、あるいは最近出てきた、まあネオアドバイタって言われるね、ノンデュアリティを名乗っている方々っていうのは、まあ本人は今ここに生きているって思ってるけれど、一般の方から見ると単なる享楽主義者、無責任な人に見えてないですかって、そう思う方結構いらっしゃると思うんですね。で、ところが真理で言う、あるいはノンデュアリティの本質で言う、今ここっていうのは、そういう方々が捉えているのと全く違うんですよ。じゃあ今ここって何ですかって言いますとですね、多くの人はね、時間軸っていうのがあって、過去があって今があって未来があるっていう、その時間軸の過去と未来の間を今って思ってるんですよ。で、ところが本質の上での今ここっていうのはどういうことかっ
って言いますとね、その時間軸を超えた一点、あるいは時間軸を超えた境地のことを今ここって言ってるんです。これちょっと言葉だけを聞いただけではちょっと理解できないと思うので、ちょっとまどろっこしいんですがね、ちょっと長い説明になりますが、ちょっと最後まで聞いていただきたいんですけれど、まず時間軸の中にある今って言った場合はね、それは今という時間の中で今というものを切り取ってるだけであって、今起こってること、あるいは今自分が感じてることを今だって捉えているうちはですね、何ら変わりがないわけですよ。でところが、例えばね、今までの動画の中でね、本当は自我さんっていうアイデンティティって存在しないんだっていう話を、してきたと思うんですけれど、そのアイデンティティってどこにあるんですかって言った場合に、本当はですね、あなたの記憶の中にしかないんですよ。つまり時間軸の中にしかあなたのアイデンティティってないんですよ。で例えばですね、ある日暴漢に襲われたとします。ガーンって頭殴られてですね、記憶喪失になったとしますね。そうすると過去の記憶が全部抜けてしまうわけですから、あなたは自分の名前、これ思い出せないですよね、どこに住んでいたか、これも思い出せないわけです。そして今までどんな経験をしてきて、例えばどんな学校にいて、それを卒業して今どんな職業についていて、どんな人生を歩んできたかっていうものが全部抜け落ちるわけでしょ。でその時にあなたは今と同じように振る舞ってますかということなんですよ。つまり今あなたが自分だと思っていることって全部過去の記憶の中にしか存在しない、過去という仮想空間の中で語られている単なるストーリーに過ぎないんだよということなんですよ。でそんなガーン殴られただけで、亡くなってしまうようなものが本当のあなたなんですかっていうことですよね。それは単なる記憶に過ぎないわけですよねと。で皆さんが今ここって思っているものは、その記憶を持って、今いる自分というものを前提に考えてますよねっていうことなんですよ。ところが今この瞬間に本当に全体重を乗せてですね、今っていうものを本当に味わった時に、その記憶の中のアイデンティティって本当に存在してますかっていうことなんですよ。つまり今ご自分の部屋で皆さん、この動画を見てるかもしれないし、何か通勤の時にこの動画をご覧になってるかもしれないんですけれど、本当にその瞬間だけを切り取った時にですね、その瞬間に本当にあなたの過去っていうものは実在してますかって、今ここ自分が感じていることだけを本当に素直に味わった時に、あなたの名前であるとか、あなたの過去の経験であるとか、そういうものってこの一瞬をパッと切り取った時に本当にそこに存在してるんですかって一回味わってほしいんですよ。つまり我々ってね、何かを見た時に、例えばこの動画を見た時にですね、それを見ながら頭の中の記憶でそれを解釈してますよねって。だから大島が言うことを聞きながらですね、過去に成功哲学とか学んだ方であれば、大島が未来
の目標であるとか夢っていうのはあなたを不幸にするよって言葉を聞いたとしたなら、それに対して反論しながらね、過去の記憶によって反論しながら、そんなことないよって、俺は夢を持つことによって自分の人生輝いてきたよって反撃しながら、おそらく聞いてると思うんですよ。あるいは何かスピリチュアルな師匠、あるいはノンデュアリティの師匠がいたとして、その教えを学んでいてね、その教えが記憶の中にあったとしたならば、今この瞬間大島の話を聞きながらですね、それと比較をしながら、聞いてるわけですよ。あ、ここは先生の言った通りだと、でここは先生の言うことと大島の言うこと違うって頭の中で解釈しながら聞いてますよねって。それってあなた今この瞬間本当に生きてるんですかって。それは過去の亡霊と話しながら、過去という幻想と話しながら、今を、まあ今動画を見てるんじゃないですかって。これって全然今ここを生きてないじゃないですかということなんですよ。で、本当に今ここっていうのは、そういう時間軸を超えた境地の話をしてるんであって、過去と話しながら今を味わったところで、それは過去でしかないんですよ。つまりあなたはずっと過去という幻想の中に生きているか、もしくは夢希望のことを考えているときは未来という幻想の中を生きているんであって、今ここを生きたことってまずほとんどないんですよ。ですから今ここを生きるって言った時にですね、多くの方が刹那的にね、今心地よいことをしましょうって、まあスピリチュアルの人なんかそうですよね、今ここで今楽しいことしましょうって、楽しいことをしないとねって、楽しいことやってこないよって、言われてですね、今ここって言っても、その楽しさってあなたの記憶と会話した上で楽しいと思うことを選んでるんですよねって、それって本当に今ここを生きてることになってんですかって、それ過去を生きてるだけですよねって。本当の今ここって何にもないんですよ。純粋なゼロなんですよ。で、そっから、物事を見た時って360度の可能性があって、無限があって永遠があるんです。つまりあなたは何者にも染まってないわけですよ。ということは、子供の頃ってね、将来何になりたいって聞いた時に、何の知識もないからこそ目に映る輝いているもの全てにですね、なりたいって言ってたと思うんですよ。例えば飛行機に乗ってパイロットさんという存在を、認識したならば、あ、私も飛行機乗ってみたい、運転してみたい、だからパイロットって素直に思えたと思うんですよ。ところが大人になるにつれていろいろ知識が入ってきて、過去の知識によって生きるようになると、その瞬間、あ、パイロットっていうのはすごいエリートでね、ものすごい学力、IQ が必要になってね、その中で訓練で、残った人だけがなれるような厳しい世界なんだって知るわけですよね。で、その瞬間もうあなたの、可能性からはそれは抹消されているわけじゃないですか。なぜですか？あなたの記憶がそれを縛ったからですっていうことなんですよね。あなたはいろんな知識を得るごとに、それによって過去の記憶によって縛られて、そのアイデンティティっていうものに縛られて今生きてるんですよねって。それって自由じゃないんじゃないですかっていうことなんですよね。